株式会社広電宮島ガーデンは、広島県広島市に本社を置き、同県廿日市市と山口県下松市で、物品販売、飲食業を営む会社である。広島電鉄の完全子会社。広島県廿日市市の広電宮、島口駅隣接地にある。1966年4月開業。開業当初は、会社名と同じ広電宮島ガーデンを名乗り、 高さ60メートルの宮島タワーを併設していた。タワーは1997年に解体され、その後2002年にもみじ本陣としてリニューアルされた。3階建て3200平方メートルの建物に、閉店時点では、テナント7店舗と直営のレストラン、物販店が入居していた。また、広島電鉄から定期券販売業務を自宅していた。 五福島港宮島口地区港湾整備事業により、現在地への移転が決定し、2019年12月に閉店した。跡地には、広電宮、島口駅が移設される予定である。五福島港宮島口地区港湾整備事業により、フェリー乗り場北側に横並びとなる位置に2020年4月2日に開業した。2階建て1600平方メートルの建物に、 土産物や飲食店など16店舗が入る。広島電鉄の定期券販売については引き継がず、広電宮、島口駅で実施している。山陽自動車道宮島サービスエリア下りと下松、サービスエリア下りの運営を行っている。もみじ本人時代は、ウェブサイト上で土産物などの販売を行っていたが、2020年6月現在、準備中となっている。 ありがとうございます。